はいどうも、はい、楽しい美味ご飯の時間ですよ。今日はね、鍋です。今日は鍋です。一回切ります。今切れちゃったからもうそのままの流れで切ります。今日は鍋です。しばらく鍋はやらないと。しばらく鍋はやらないんじゃないかなと。もう冬の寒くなるまでやらないんじゃないかなというふうに思ってましたけど、やりたくなっちゃいまして、やりたくなっちゃいました。鍋でございます。ありがとうございます。今一回切りました。ただつけなきゃダメなんです。なぜかってね、餅入れるの忘れてて最後に入れたからです。そういうことです。その前にちょっと喉がカラカラなので、今日は島のナポレオンでございます。ちゃんと割るのも用意してありますよ。ちゃんと割るのも用意してありますよ。あ、OK、これすぐお借りするから、こっち開けないで、あ、閉めないで、蓋閉めないで、すごいか、蓋閉めないで、はい、はい、カラカラですから、乾杯乾杯乾杯、いただきます。よっしゃー、よっしゃーよっしゃー、あー、美味しいね。島のナポレオンですよ。氷を入れてもいいけど、今日はこんなしでいきます。餅はまだまだです。これも今入れたばっかですから。あ、あっし忘れてたっつって今入れたばっかですから。天ぷらです。あー、天ぷらいいね。ふやけて、ふやけてというか、なんていうか、何、ガンモですか、厚揚げですか。こっちからいこうか、こっちから。しいたけ、しいたけね、ネギ、いいですよね。いい、最後にね、これいい調子だったら辛ラーメン入れようと思ってますからね。取りづらいぞ、力だと。白滝もう、あー、顔にびっちゃびちゃかかった。切ったりしないで、ドバドバっと白滝入れてますからね。ドバッと入れてますよ、白滝は。これしめじ、しめじもね、最初取りすぎか、一気に取りすぎか。大丈夫でしょう。餅が汁に使ってくれた方がいいんだな。汁に使ってくれた方がいいんだな。あ、こっちは結構、あ、いい感じになってきたな。うまいか、ちょっと汁、あー、いいよいいよ、ほら、あー、ほら、餅のおかげでとろっとして、これが鍋なんですよ。これが鍋なんですよ。でもちょっと違う。いただきます。ラー油も用意しています。あーし、よーし、おいしい、よーし、おいしいぞ。あー、すいません、暑かったです。うん、寄せますね。しっかりと吸って、しっかりと吸った。はい、この T シャツ、その T シャツ何なんですかって質問がちょいちょいあります。まんまるアルパカ丸パカちゃんです。まんまるアルパカ丸パカちゃん、そう、ナスのキャラクターです。ナス近辺にたくさんいるキャラクターです。公式マスコットとかそういうことじゃないですけど、確か違いますけど、ナスにたくさんいます。ブランベルナスさんにもいます。この T シャツは、 T シャツとかぬいぐるみとか、あ、
うん、あー美味しい。もうこれ入ってるから麺入れなくてもいいくらいなんだけど、なんか、汁の残り具合を見てね、これもうダメで、こんな束でほら赤っ、あー美味しい、いい香りで、熱い、下唇がちょっと熱いですね、今ので。うん、安かったのよ、でっかい束、僕のパーと同じぐらい、パーこれと同じぐらいじゃないですか、これぐらいのあれで100円、でかかったから、でかくて安かった、ちょうどいいぞっつって、そういうの食べになったんですよ。椎茸も1パック100円、生椎茸だよ、で麦も2本で100円ぐらい確か、でこの豆腐とか、このガンモかな、これガンモっていうのかな、この豆腐屋さんが作ってる軍団もこれ全部で100円でしょ、白滝も100円、2パックでこれ全部使いました、みんな安かったから、じゃあこれ鍋にしちゃおうか、そういうことです。天ぷらは冷凍して、ネギもトロトロなってるもん、ああ一回止めました、ああまだ硬いな、でもなまだ硬いな、止めちゃダメなのか、弱火か、弱火か、弱にしました、弱、弱です、豆腐の製品っていうか、なんちゅうんだこれは、好きなんですよ、あの揚げ、揚げも好き、大好き、天ぷらも好きだけど、うん、天ぷらが出汁が出るし、吸い込むし、でこの天ぷらっちゅうのはほんと優秀だ、炒めても美味しいし、ラー油いきますから、ラー油、あ、美味しい、こう梅雨の時期っていうのはね、ちょっとこう肌寒く感じちゃう日もありますからね、そういえば鍋もいいんじゃないの、僕がいいと思いますよ、今日最高だもんだって、
早いな。そりゃそうだよね、バカ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 ね、こんなスピードのさ、島のナポレオン。ああ、すいません。島のナポレオン美味しいですよ。島のナポレオンは関東でも結構売ってますから、結構売ってますから。はい、結構売ってますから、探して見てみて飲んでみてください。美味しいです。うん。さあラー油でいこう。ラー油で。ああネギ。ネギはね、今日は1本しか切らなかった。もう1本切ってもよかったかな。ああ餅まだだな。餅はまだだな。これ取りにくいんですよ。手前にはね難しいのよ。この高さ関係、位置関係ですと、これだとねちょっと難しいんですよ。どうしてもこうなっちゃう。ああいいねいいね。これ食べれないぞ、これ出来上がらないぞ、これ餅。どうしようかな。全部ラーメンと一緒になっちゃうな餅は。ちょっとあと1回、あと1回あるだな。ライン行きます、ごめんなさい。独り言で。ありがとうございます。木島得意の、これ外見はこれですけど、ブレンドライ油です。ブレンドライ油。たっぷりかけてね、こうやって。これ美味しいね。ああ、いい香り。いい香り。いい香りだね。辛いんだよ。あか。うん。ああ。最高。あ、うん。ラー油最高、ラー油最高です。ああ昨日、あもう動画の順番めちゃめちゃですけど、昨日ね船橋行って、ヨロンキビズとモーニング麺買ってきてね。冷やし中華みたいにして作って食べて、あれも美味しかったけど、このね冬用のこの鍋みたいな、これも美味しいです。うん。船橋のと、あ。船橋の東部初めて行ったけど、やっぱでかくて、このいろんなものがあって、ご飯屋さんもあれだし、ああいうイベント広場みたいなのがあってよかったですね。奄美沖縄、まあ、奄美のお店とかもたくさん来てましたね。来てましたって来ててね、もう見応えありましたよ。また今度
そういうのがあるときは情報が入りましたら僕もあの発信しますんでね、ぜひ遊びに行ってみてください。美味しいのとかもたくさん売ってるしね。実際には明日までなんです。明日まで、まあ、この動画の公開はあれだからもうめちゃめちゃなんですけど、うん、船橋の明日までなんだ。うん、もうちょっと久しぶりに会う人とか初めて会う人とか、まあ当たり前かいろんな人に出会えて楽しいですよ。買い物、食べ物、それだけじゃなくてね、そういう人と話すの楽しい。あー辛い、汁美味しくて辛い、あーま、新まで行ってないな、新までは行ってない、こっちも新までは行ってない。あーもう柔らかいっちゃ柔らかいんだけど、もう一回行っちゃうか、もうね、行っちゃおう。もう最後辛ラーメン入れようかなと思ったけど汁足りないわ、やめよう、今日はやめましょう。この餅でゴールだな、餅でゴール。きのこちょっと餅でゴール、あーダッシュダッシュダッシュ、キックエンドダッシュですよ。僕たちは、僕ら世代はあれですからね、キャプテン翼世代ですから、ど真ん中ですからね。僕は1979年生まれなんですけど、これ前も言ったっけな、キン肉マンとかガンダムとか同じ年ですから、同級生ですからね、キン肉マンガンダムと。同世代、ただガンダムはね、あの多分ですよ、まあ、世論では世論ではガンダムは僕らの世代ではあんまいないんだよね。ガンダムはいないって当たり前か、ガンダム熱烈ガンダムみたいな、熱血ガンダム応援隊みたいな、そんなんいないんだ。なんでかっていうと、その映る映らないの問題でしょ、映る映らないの。そういったあれで島にはもちろん、だから大人になって旅に出て、もう一回僕らが大人になってた時にやったの、単影ガンダム、あそこら辺が多分18、19、20とか、あそこら辺の時だと思うんだけどな、確か。確かそうだと思いますよ。もち行こう。もう島にいる時ガンダムがそんなだったかっつうと、そんなでもなかったからね。その映る映らないの問題でしょ、何回も言ってるけど。あっか、
あーもちろんおいしい、あーもちろんおいしい、うん、あでもだから同じ年です、ガンダムは。筋肉マンはしてる、ゆでたまご先生。映ってたってことでしょうね、筋肉マンについて言えば。ラーメンマンも映ってたもんね。ラーメンマン懐かしいな。モンゴルマンもいた、モンゴルマン。ラーメンマン誰の涙もでしたっけ。熱い魂今高らかに、あラーメンマン、あ懐かしいですねラーメンマンね。僕やりとか、僕やりね、ラーメンマンの極意やり懐かしいね。あとなんだっけな、あれなんだっけな、あー出てこない、悔しい。男塾の油ブロもですかね、ラーメンマンの極意やりと打結3点崩しでしたっけ。あれ打結3点崩し違いましたっけ、打結3点、極意やりは確かだ、うん、打結3点崩し違ったっけな、違ったっけな、うん、違ったかもしれない。今の時期の天ぷらが一番おいしいな、うん、うん、中はちょっと熱かった、ほらほら、あいいよ、やっぱりもう最後の最後のはもう水がない、汁がないから、最後に やる予定だった辛ラーメンは出番なしだな、これ今日は完全に出番なしです。いいじゃないですかね、それもまた人生ですよ、そういう時もある、変化に対応する能力の開発そういうことです。ジャングルの王者タラちゃん、懐かしいね、話したかな、ジャングルの王者タラちゃんについてね、もう熱く語らい合う男女のグループとラーメン屋さんで出会いましたよ。ジャングルの王者ターちゃんについて熱く語り合う、なんか僕も参加したくなっちゃったもんね、あれね。うん、楽しいんですよ
ジャングルの王者ターちゃん楽しかったな、うん、あれよかった。スーパーマシンランも面白かったよ。ジャングルの王者ターちゃん楽しかった。あジャンプばっかだな。ジャンプはもう熱心やるだからね。確かに熱心に読んでましたから。ろくだなしブルース、前田大尊、前田モンソン、前田モンソンなんて久しぶりに口にしたわ。かっこよかったなあ。でもやっぱり僕は島袋さんですけどね、好きなのは。一番好きな島袋さんですけど。また全然違うところから引っ張り出してくると、レジ、あの野球のテレビじゃない、漫画のレジって読んだことあります。あれ面白かったよ、レジは。あとはデカスの風見萬吉ね。デカスの面白かったな。デカスロンもレジも単行本全部さ、全部レジホスターですよ。風見萬吉ですよ。風見牛乳店の汁まで切り揺すってもうちょうど全部なくなんだな。よくできてるね、本当によくできてます。木島くんはこういうのが上手っていうか、うまくなるんだな、これな。うまくなるっていうか、こうぴったりになるようにできてる。ぴったりになるように、無駄がない。無駄がないんですよ。すいません。あとあれだ、僕はしたたか君とか燃えるお兄さんとか、あれも懐かしいね。それもちろんドラゴンボールとか、それはもうあれですよ。それはもうあれですけど、あられちゃんとかもそれはもうあれですけど、したたか君とかですよ。リベロの武田とかですよ。リベロの武田とか、ジャンプばっかだな。それはもちろん紅葉埼玉レグルスとか、これ知らない人いるんじゃない。紅葉埼玉レグルス、ヤンキー烈風隊、万字の鉄、ぶっこみのタク、まあ、月刊と週刊行ったり来たりしますよ。鉄拳珍味、まだやってるか。修羅の門、修羅の時、そうそうそう。渡るがピュン、渡るが、うん、ハブボール、懐かしいな。懐かしいね。あとイレブンとかありませんでした。イレブン、イレブンでしたよね、タイトルね。あーあれも読んだな、読んだ。
宮城とかタッチューとかさ出てきてね、いやもちろん大甲子園とかも見ましたよ。大甲子園あれも好きだった。今日から俺も見た。今日から俺はつるもく独身寮、つるもく独身寮もいたな。あれも最高だったな。パタリロ、パタリロ、いやー漫画アニメって素晴らしいね。もちろんその両津勘吉ももちろんそうですよ。それそれはもちろんあっちもそうですけど素晴らしいのもキリがないね。あげたらキリがない。ほとんどないじゃない。鍋今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ガンボーチャード。